らが洞窟の奥に住んでいた頃から語り継がれてきた物語があるんだ。語り部の長老も火を囲んで聞き入る。子供の僕、大人の君、いろんな時代の僕たち。三本足のカラス、魔法の剣の話、遠い遠い昔からの贈り物に胸を躍らす。いくつもの物語折り重なった中を貫くもの白い光を見つける時が来るのだ。渡された物語の灯火、お前はこれを語り継いでゆけ。私にはならない、金儲けにもつながらない。しかしこの物語は明日のお前たちの背骨なのだ。渡された物語の灯火、お前はこれを語り継いで